アムステルダム大学は、オランダのアムステルダムにある国立の総合大学である。オランダでは UVA と略して呼ばれる。この大学は、欧州のエリートネットワークである、ヨーロッパ研究大学連盟に名を連ね、オランダの大学の中で最高位に置かれる。アムステルダム大学は、人文科学、社会、行動科学、経済、経営学、法学、自然科学、医学、 私学の7つの学部で構成されている。この大学は、欧州域内でも、規模の大きな研究型大学であり、学生数3万5千人、スタッフ6千人、博士課程の学生3千人、年間予算8.5億ユーロを要する。この大学では、近年、外国人学生が増加傾向にあり、2017年現在、100以上の修士レベルのプログラムが英語で、 提供されている。一方、学士レベルのプログラムは基本的にオランダ語であるが、口述するように2009年に英語での教育を基本とするリベラルアーツカレッジが学内に設立された。ヨーロッパ連合内の動きとして1999年に合意されたボローニャ協定がアムステルダム大学では2003年に取り入れられ、大学内の構造に変化を与えた。 その結果、オランダ古来の学位名は破棄され、イギリスをモデルとした学士、修士号が授与されることとなった。これにより、オランダの学位レベルの国際的比較が容易になった。キャンパス1632年に、教会所属のアソニームイーラストラとして設立。初期の学生数は6人。講義は教授の自宅で行われることも多かったと言われる。十七世紀後半には、 哲学の他に、法学、医学、宗教学が追加された。アソニーム・イーラストラの発展は、非常に緩やかで、19世紀に入っても、学生数250人、教授数8人という書体だった。ナポレオン戦争の後の1815年、高等教育機関として公式に認可された。1877年には、アムステルダム私立大学と変わり、今日に至る。 アムステルダム大学は世界中で学生紛争が起こった1969年に大学本部のあるマーフデンハウスが学内に設立された。このカレッジはアムステルダム大学とアムステルダム自由大学が共同で運営するリベラルアーツカレッジであり科目選択の自由を強みにしている全寮制のカレッジである。その教育課程はすべて英語であり、 3学年でおよそ900人の学生がここで学んでいる。このカレッジにはオランダだけでなく世界65カ国から学生が集まる。このカレッジの卒業生はオランダ国内の大学院のほかイギリスをはじめとする欧州各国の大学院に進むものが多い。カレッジを除くアムステルダム大学は基本的にオランダ語による 学士プログラムであるが、英語が使えて当然とされている。初めの1年を終えた者には、初級認定、その後2年で学士号、さらに1年、ないし2年を経て、論文を提出した者には、修士号が授与される。博士号を希望する者は、学生ではなく助手の地位が与えられ、大学スタッフとして扱われる。すべての教育プログラムは、オランダ・フランダース認定協議会による審査を、 定期的に受け、クオリティを保障される。アムステルダム大学は、市内に4つのキャンパスを有する。ユニバーシティクオーター、アムステルダムの市街地に位置し、人文系学部とアムステルダム大学図書館がある。リーターセイランドキャンパス、アムステルダムの市街地に位置し、経済学部、経営学部、社会、行動科学部、法学部等のほか、学生文化の拠点がある。 アムステルダムサイエンスパーク、欧州最大級のサイエンスパークであり、自然科学系の学部及び、アムステルダム大学カレッジがある。アムステルダム区、アムステルダム市内の南東部に位置し、大学病院と医学部がある。大学病院は、オランダを代表する病院の一つである。この大学は、5つの博物館を有している。アラード・ピアソン博物館、グロリック博物館、 J.A. ドルトムントスクリプト博物館、UVA コンピューター博物館、動物園博物館アムステルダムである。また、図書館はアムステルダム大学図書館以外、各学部に図書館がある。各学部には学生自治会が存在し、選挙で選ばれた学生メンバーが学部側と授業内容や改善点などを協議している。大学が運営してきた。 学生食堂やバーは2005年に外部の営利企業に委託された。最も際立つものは EU のスポンサーを受けたエラスムス交換留学プログラムによる外国人留学生であろう。EU 外の国々とも個別の交換留学プログラムがあり、世界各国と交流がある。他国へ留学するオランダ人学生も多いが、 アムステルダム大学は外国人学生に人気が高いので常に入庁状態となっている。日本とは慶應義塾大学、東北大学、早稲田大学、上智大学、広島大学の各大学と交流がある。この大学は欧州のエリートネットワークであるヨーロッパ研究大学連盟に名を連ね、オランダの大学の中で最高位に置かれる。 最近の世界大学ランキングは、アメリカのニューワールドレポートランキング2020で世界40位、イギリスの QS トップウナバーシティスランキング2021で世界61位、イギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーションランキング2021で世界66位であった。この大学は、これまでに6名のノーベル賞受賞者と7名のスピノザ賞受賞者を輩出している。 スピノザ賞はオランダで最高の科学賞である。ありがとうございます。